今ちょっと5投目ぐらいやってるんだけど、もう今の時点でアジがもう絶望的ですね。だいたい1投目で反応があるはずなんでね、アジがいたらね、1投目から釣れちゃうんでね。なんか団子あたりあってたね。大きい魚じゃないっぽいね。誘ったらなんか触ってきたね。もう餌がないかもしれんね。マジ40センチはないか。そんなにもないのか。35ぐらいあるんじゃない。ねえ。同じぐらい多分失敗したのしくじったの。これあれじゃん、ムロだ、絶対ムロこれ。あ、違うか、違うわ。なんかえらい細長いけどな、ムロっぽいな。でもムロだ。なんだよ、残念じゃん。魚じゃないな。メイタじゃねえかなこれ。貝だ。塩焼きサイズ。まあいっか。そっかって、なぜ？だって、棚が近くに寄ってきて。ああ、要は、コマセが。ラゴに寄ってきてるから。なるほど、なるほど。人たちに話してても、結局マセが聞いてくるから。そうだね、確かに。当たった。
なぜだ。どういうこと。ガラ買うかな。あれ動いてる動いてる、どういうこと。何これ。いや、あーいかん、バックラス。いや、欠けてるな、多分小魚。うん、大きい魚なんか欠けてない。35。チヌヤ、あ、キビレだ、出た、うわ出た、こいつだ、こいつでしょ、犯人は。出た、こらいか、これは、これは。でも夏場はキビレが美味しいからね。もうちょっと大きかったらですね。油も乗っとるかもしれんけど、これはちょっとな、ペラペラだもん。まあ一応チヌが釣れたっていうことは、あのキビレの軍団の中に混ざってるやつを犬かんといかんってことだよね。思ったほどは流れてないね。
けえ、これはでっかいよ。ブダイみたいなベラ。ブダイみたい。食ってみようかな、これうまいかもしれないですよね。食ってみよう。今度はベタゾコです。そこからノーガンで流していきます。やっとまともなのが釣れた。ほら、寝ちゃってる。まともなチヌがやっと釣れた。やっと40。やったー、やったー。大した魚ではないんだけどね。なんだろうね。ああ、タイだ。チャンス、急がんと。急いだがいいですよ。今間に合いますよ。
行き出した行き出した。アジなら嬉しいんだけど。アジだ。うん。タイだ。美味しそうなタイなんでいいんだけど。よいしょ。こんな感じ。綺麗なタイ。今ちょっとなんか底の方で火星が上がってるような気配ですね。団子アタックしてきて、多分釣れたタイがほらもう当たってるね。釣れたさっき釣れたのと同じようなタイが団子割りに来てるんだと思うんだけど、割れました。当たってる当たってるんだけどな。食い込まないね。なんだろう。あかんやろ、そんな。うわぁ、アジコだ。絶対アジコだ、これ。あぁ、もっか。アジコ湧いてるね。アジコ湧いてるんで、ちょっと一旦そこでやりますね。なんだろう。何？なんであれで乗らないの？今ね、一発ありそうないい感じの潮が流れてます。なので中切りでノーシンカーで今準備中です。はい。大宮館からお知らせします。7月4日水曜日午後8時から。ご協力金コミュニティセンターで世界遺産学習会を開催します。世界遺産と天草の新幹線を学ぼうと題し、天草市世界遺産新幹線の中山通りで行われます。なんか誰かの講演会があるんだってね。同日午後7時30分に旅行学校と五所浦港からすごいね。五所浦じゃ大イベントなんじゃないかな。そこです。そこを狙ってます。左に行く潮が速くなってチャンスのはずなんだけど、当たってこないですね。なんだ、そこではなんか食ったよ。マジだ、やった。やったぜー、やった。ベタ底というよりはそこから 1m 上ですね。そこから多分流した方が効率いいんじゃないかなと。なのでこういう感じだね。そうそう、まあ、割れました。上にこうね
団子つけたまんま上に持ち上げて、でサクッと割って、バタバタしなんだよね、割ってた。あのサイズだから結構いいと思うんだけどな。うわ、だった。よっしゃー、やった、これは始まったぞ。ねえ、これ多分始まったよ。これでかい、これでかい、これでかい。うわー、めっちゃ走る。あ、そう、ないない、でかいな。え、アジなの本当に。上がってこない。頭上付けよー。よし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 、アジだアジだ、絶対アジだ。一回頭上に向けたら、ほら、一級。よいしょ、でかいでかい、むっちゃでかい。はい、はい、これ40迫ってるんじゃないかな。ね、これほらすげえ。今ちょっとガン玉をつけて上から落としてます。流れがあるんで、ホールの動作っていうのがちょっと何か変わったダメやね。デカ味は一発だからね、食ったらもう一発で来る、一発で乗るからね。よっしゃ、やっぱりだ、大正解、やっぱりそうだった、ホールだ、ホールさせないと食わない。口が弱いからね、あんまり無理できないよね。上で抜いて、うわ、よし、上抜いた、次に行きます。でかい、まっかりでかい。でかい、始まってますよ、マジで。あ、ちょっと小さくなったな。よっしゃー、いい、OK、どうだ、かかってんのか。あ、かかってるわ。あ、ちゃんとアジがかかってるわ。ガン玉つけてるから当たりが分かんないんだよね。うわ、ちょっとでかかった、振り上げにはでかかった。
あ抜けた。もうちょっと壊せんといかんか。やっぱあんまり降らないでほしいな。カメラとかスマホが濡れちゃうとまずいからね。これお祭りになるサイズとでっかいサイズとはやっぱり違うね。お祭りになるのは少し小さいやつで、大きいのはまあ2、30匹ぐらいの群れ、そういうのがたまたま通りかかった時に釣れるんだろうね。もう今お祭りが始まってるのはもう2、30匹とかじゃなくて何百とかだろうね。25センチぐらいのやつね、何百とかいるんだろうね。もうすぐあります。ほらもう団子に当たってる。すごいね、めちゃくちゃいる。よし、鮮やかだね。35を超えるやつはね、上がってこないからね。ほんとこんな風に簡単に上がってこないんだよね。おっと、取れたね。危なかった。振り上げてはいけなかった。息はキャッチできそうだ。元気ね。